皆さんおはこんばんちは、北バイターチャンネルの藤越です。今回はね、どうしてもちょっとやりたいことがあったので、久しぶりに柳川クリークに来ています。やりたい釣りの前に、久しぶりに来たんで一匹釣りたいということで、サイトフィッシングからスタート。早速バスを発見。得意のウジコロリグでサイトフィッシング。見えバスを狙っていたら、階段の下から違うバスがものすごい勢いで食ってきたんですよね。でも動画が撮れていませんでした。残念。そのバスがこれです。やっぱりウジコロは最高。この釣り癖になるんですよね。でも今回やりたかったのはこちら。11月になり、寒暖差の激しい季節になりました。でもね、やっぱりまだ薪の釣りが通用するんじゃないかなということで、今回は薪で釣りたい。薪といってもクランクやスピナーベイト、シャターやいろんなものがありますが、今回はミノーで釣りたい。俺はミノーで北バイターしたいんだ。ということで、ガンガン投げ倒していくバイター。ここはね、ちょっとね、カレントが効いてて水質もいいんで、魚が入ってるんじゃないかなということで、しっかり狙っていきたいと思います。今回使っているタックルはエンジン、スペルバンドコア、マルチ、オールマイティーなロッドと GPI アルカンセ HS、 これに GP3 スプールを搭載した、こちらもどんなルアーもキャストできるオールマイティーなリールです。さあ、ここに注目。見えるかな。今見えました。見えなかったかな。もう一度行きますよ。キラ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 、見えました。今回使っているルアーはデュエルハードコアミノフラット 110F。 電光石火の輝きでバスを魅了するフラッシングの優れたフラットタイプのフローティングミノーです。このフラッシングがね、本当に素晴らしいんで、これいけるんじゃないかなと思って、今回はこれで釣りたいんですよね。このね、フラッシングをね、見ていただきたいんですけど、見えるかな。いきますよ。おっと、ぶつけちゃいましたが、キラ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 、見えました。見えないかな。北バイターチャンネルはね、ちょっとね、画質が悪いんで申し訳ないですが、見えてるといいんですが、見えなかったらすいません。今度はこっちを狙ってみます。この流れの効いた側にもね、バスがいたりするんで狙い目なんですけど、ね、そこのね、ちょうど今見えてる画面の真ん中あたりにね、ブレイクじゃないんですけど、ちょっとね、境目があるんですよね。そこにね、ちょっとバスがついてたりするんで、しっかり通してやりたいところなんですけどね。あとは次に投げるここかな。ここ今そこの流れの効いてるところと効いてないところの、そのよれのところ、そこでね、結構ね、バスが食ってきたりするんですよね。ここはしっかりと投げ込んでいきたいところです。ちょっと今回は残念ながら入ってきてなかったかな。魚気がなかったんで移動してみました。次のエリア、こちら。ここもね、結構実績があっていいんですが、個人的にはね、
シャッド系のね、ワームだったり、チャターなどを、この左側、今ちょっと右に投げてるんですけど、左側のバンク沿いに投げてあげると、結構食ってきた実績があります。ドライブシャットだったり、レスアダーをつけたチャター。レスアダー、個人的にはレスアダー5インチを、小さめのチャターにつけて巻いてやったりすると、ここでいい思いをしてきましたね。デスアダーのね、カラーはね、個人的にはチャートレーザーっていうカラーがあるんですけども、もうこれはマジで釣れる。おすすめですね。あとね、チャターはね、ポイント3のファルケン R、 ファルケンチャターっていうのがあって、1個前のね、チャターがね、ちょっと良かったんですけど、ファルケンチャターはちょっとブレードが少し小さくなったのかな。その前のチャターはもうちょっと大きかったんですけども、それが結構良かったんですよね。デスアダー5インチをファルケンチャター、前はのチャターは何て言ったかな、名前忘れたんですけど、それにつけてやると結構ね、でかいバスが食ってきたりしたんで、良かったんですけどね。皆さんはどんなチャターがおすすめですか？教えてください。ちょっと話がずれてチャターの話になっちゃったんですが、今回はミノーで釣りたい、俺はミノーでキタバイターするんだってことでね、ミノーでやっていきたいと思います。どうですか？またポイントをちょっと移動したんですけども、ここね、道路下のね、ちょっとトンネルみたいになったところ、ここね、ここもね、しっかり狙っていきたいと思います。なんか釣れそうじゃないですか。ね、最近ね、ちょっとね、朝晩寒いんで、あとね、風が強かったりすると、もっと寒くなったりしてると思うんで、こういうね、風の当たらないところ、なおかつ、ベイトが結構溜まってそうなエリアだったんで、ここにね、居座っているバスもいるんじゃないかな、ということで、狙っていってます。こういうところを狙うときね、やっぱりね、このね、壁際はしっかりと、手前も奥も狙って、あとこの真ん中の出口側のところですね、そこもしっかりと狙っていってます。あとね、そこだけじゃなくて、意外とね、このね、ど真ん中にね、やっぱりね、ベイトが溜まったりするんですね。船とか結構多いじゃないですか。そういうのがいっぱい溜まってると思うんで、ほら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 、来たよ来たよ、来たんじゃない？来たバイター！でもこれね、なんかね、さっきまで船とかベイトの当たりがあったんで、まだね、ちょっとね、バスじゃないんじゃないかなと思いつつね、巻いてたんですよが、っしやっゃ、ぱり帰りバますスだっね。たー！来たバイター！やりましたー！バス。バスじゃない。ハードコアミノ。ハードコアミノ、釣れました。やりましたよ。デュエル、ハードコアミノフラット、 110F で、キタバイターってな感じで、個人的なスクショタイムをやってます。すいません。こうやってね、ちょっとね、スクショ用の動画を回してたら、お声掛けいただいたんですけども、めちゃくちゃ恥ずかしい。ずっと見られてたんですね、きっと。お声掛けいただいた方、ありがとうございます。言える、ハードコアミノ、これで釣れました。そこのね、橋の下をタイトに狙ってたら、ドカーンと出ましたね。もう一匹行ってみたいと思います。こんな感じでちょっと四股つけてみましたが、どうですかね。
もう一匹釣れるといいんですが、こうやってねちょっとね左足をねかけてしこつけた感じでやってますが、かっこつけてるわけじゃないんですよね。これがちょっと釣りやすいんで申し訳ないですが、お許しください。バス釣りってやっぱり面白いですよね。自分の思ったような釣りができて、しかも釣れた時なんかやっぱり最高。今回もね薪の釣り、クランクやスピナーベイトとかいろいろあると言ったんですが、このミノーでね釣りたかったんですよ。アフトフック1本かかっててちょっとヒヤヒヤだったんですが、バスのいるエリアを見つけてバスのいるポジションにしっかりアジャストして釣れた魚は本当に嬉しかった。これがやっぱりバス釣りの醍醐味ですよね。最高の魚を導いてくれたのはデュエルハードコアミノーフラット 110F なんですが、これだけじゃなくてねやっぱりね使っているこのロッド、スペルバンドコアのマルチと GPI のアルカンセ、このねタックルはねもう最強だと思うんですよね。本当にオールマイティーなロッドでオールマイティーなリールだから、これ1本でもう何でもできちゃうんですよね。もう何本も竿を持たなくてもいいし、自由にねこうやって釣りができるんで、普段あんまりね道具をいろいろ持って釣りをしない方の私にとってはかなり重宝するタックルになってます。これからバス釣りを始めたいっていう方なんかもこのねタックルはお手頃だし使い勝手もいいし本当にねおすすめです。さあねもう一匹釣りたいところなんですが、バスは来てくれますかね。もう一匹釣りたいな。右側はね結構浅いシャローなんですが、ここもねあのベイトとか結構入ってくるんで、日中の気温が上がったタイミングでこっち側にも刺してきてくれると釣果に期待が持てるんですが、さあどうですかね。お、来た、湧いた。あ、違った。あー、来かん。こう来かんな。移動です。はい、こんな感じで同じようなねエリアをね回ってみたんですけども、結局この後魚に出会うことはできませんでした。それでもね価値ある自分の中で納得のいく魚に出会えたので、とっても今回はいい経験になったし、やっぱりバス釣りって最高だなと思いました。キタバイターチャンネルをご覧の皆様、いつもありがとうございます。まだまだ小さなチャンネルですが、皆様に楽しんでいただけるようにクオリティを上げていきたいと思っております。そして年内にはチャンネル登録者数200人を目指しております。応援の方よろしくお願いいたします。さあ次はどこでキタバイターしようかな。次回もお楽しみに。それではありがとうございました。次回もいつかどこかしらへ行くバイター。チャンネル登録、高評価、コメントとお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。